8割嘘で2割が冗談、ダー芸人ダオでーす。もうすぐ冬休みも終わりですね。もうすぐ学校が始まりますね。ということでですね、今回はですね、学校といえばチャイムをギターでやる方法を皆さんにお伝えいたします。まずね、どんな感じなのかっていうのをね、実際にねやってみたいと思います。いきますよ。はい、こんな感じでーす。はい、これはですね、ハーモニクスという奏法を使って今やっているんですけども、ハーモニクスというのは何かっていうのはですね、皆さんそれぞれググって検索してみてください。倍音とか出てくるのかな。まあギターでいうハーモニクスのやり方をね、まず説明していきたいと思います。はい、ということで、使うフレットはこの12フレットと7フレットを使いたいと思います。で、普通ね、12フレットを弾くときっていうのは、このようにね、12フレットこう、ビッて押さえて、このマスの中を押さえて鳴らすっていうのが普通だと思うんですけれども、ハーモニクスというのはですね、このマスの中ではなくてですね、この棒、縦の棒ありますよね。この縦の棒の真上をですね、押さえるんではなくて、触れるだけにしてあげます。見えるかな？こう押さえるんではなくて、触れるだけ。触れて弾くと、もう音が鳴る状態です。はい。この真上を軽く触れて、鳴らすと、もう音が鳴る状態ですね。こういう状態。これね、押さえてないんですが、触れてるだけ。触れてるだけでしょ、こうやってね。押さえてない。これでね、ハーモニクスってなるんですね。で、7フレットのところにもですね、ハーモニクスポイントっていうのがありまして、これも同じように、触れるだけで音が鳴ります。このようにね、なんか、ピコピコーンってなる感じですね。はい、これをうまく利用して、チャイムをやってみたいと思うんですけども、やり方としてはですね、1本ずつ弦を弾くんですけど、もちろんピックを使っても構いませんけども、まずですね、3弦の12フレットの、このハーモニクスですね。触れてるだけをまず鳴らします。こんな音ですね。触れて弾いたら、もうこの人差し指外しちゃう。外しちゃって大丈夫です。はい。こっからスタートして、その後、2弦の12です。同じような弾き方をします。ここまで行くと、こんな状態ですね。はい、次です。次は、4弦の7フレット。やっぱりこれも7フレットの縦の線の真上を触れるだけ。触れて鳴らす。この状態ですね。こんな感じでーす。はい、その後、4弦の12フレット。これもやっぱり12フレットのこのフレット上を触れるだけ。こんな感じでーす。繋げてみると、2弦、4弦の7。4弦の12。こんな感じです。で、使う指はね、何使ってもいいですよ。人差し指だけでもいいですし、薬指だけでもいいですし、中指と薬指と、ね、全部使ってもいいですし、自由にこれはしてください。その後、3弦の12。その後、また、4弦の7。で、2弦の12。3弦の12。いいですか？じゃあ、そこまでいきますよ。3弦の12から。2弦の12、4弦の7、4弦の12、で、3弦の12、4弦の7、2弦の12、3弦の12と。はい、ここまでですね。これで前半戦終了です。では、後半いきますよ。後半は2弦の12から。3弦の12、4弦の7、4弦の12。いいですか？そしたら次、4弦の12からまたスタートします。4弦の7、2弦の12、3弦の12。
はい、このようにやりますとハーモニクスでチャイムができます。じゃあゆっくりやってみますね。はい、このようになります。いかがだったでしょうか？はい、ということでね、今回はギターのハーモニクスを使って学校のチャイムを表現するというね、ちょっとした小ネタをお送りしましたけども、これどんな時に使えるかと言いますと、これね、実はね、G というキーのチャイムのメロディーなんですね。ですので、G の曲のイントロの部分だとか、エンディングの部分だとか、コードに使ったりとかできますね。例えばこうチャイムが終わって伸ばしといて、みたいにして G から始まる曲のイントロの部分で使ったりとか、イントロの前の遊びなんかでね、こんなのを入れてみるとちょっとした演出になるんじゃないかなと思います。あとはね、学校の机の下にギターを隠し持っといて、で授業の途中でこれを鳴らすんですよね。そうすると先生が、あ、もう授業終わったんだと思ってね、授業途中で切り上げることもありますのでね、ぜひですね、そんな風にしてうまーくね、授業をサボっていただければいいかなと思います。何かね、わからないこととかリクエスト等あればぜひコメント欄に残してください。そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。今日はここまで、バイバーイ。イントロからやろう。 G、Am、D、C の順番ね。バスラスリーやるよ。成功しました。